皆さんこんにちは。今回は東野圭吾さんの感動作手紙を紹介します。東野圭吾といえば一次作家として有名ですが、この作品はその枠を超え、深く心に残るヒューマンドラマとなっていました物語は犯罪をテーマにしながらも、家族の絆や社会の偏見、財と償いを書き、読者に多くの問いかけを投げかけます。手紙は、ある兄弟を中心に展開されます。 兄竹島剛は家族を支えるため、窮地から逃げるために強盗殺人という重い罪を犯し、奉仕することになります、その兄の罪の影響を一身に受けながら生きていかなければ運命に翻弄されます。社会からの偏見や孤立、将来への不安、そして兄から送られてくる手紙に込められた思い、生きていく人生は、常に犯罪者の弟というレッテルがあります。 この物語の中で描かれるのは犯罪者本人だけではなくその家族や周囲の人々に及ぼす影響ですといった非常に重いテーマを扱っています。特に人は過去の罪をどこまで許されるのか犯罪の家族は罪と無関係なのになぜ差別されなければいけないのかという問いかけが物語全体を通じてずっと強く響きます。償いの物語であり、 社会に対して鋭い視点を持ちつつ、兄弟愛という普遍的なテーマを書いています。東野圭吾さんらしいリアルな描写と、感情に伝わるストーリーテリングが魅力の手紙。最後まで見ていただければ、この物語が深い感動と問いかけを与えてくれるかを、きっと感じていただけると思います。それでは、作品の内容に踏み込んでいきましょう。まずは、兄弟の絆と罪の重さについて見ていきます。 物語の中心には、竹島直樹とその兄、竹島剛の強い絆があります。直樹はそろそろ両親を亡くし、兄の剛と二人三脚で生きてきました。働き、弟を懸命に頑張って頑張った兄であり、直樹にとっては頼れる存在でした。しかし、物語はある出来事をきっかけに大きく動き出します。兄剛は 家族の生活を少しでも楽にしようと考え、それはある決断を下します。強盗に手を染めるというものでした。帽子は家族を救うための行動が逆に弟である直樹の人生を大きく狂わせることになるとは思っていなかったのです。タイへで偶然住んでいた人と遭遇し、その場で殺人を犯してしまいます。この出来事が兄弟の運命を一変させました。 帽子は中止され、奉仕することになりますが、ここから直樹の苦しみが始まります。罪を犯したのは兄である剛ですが、その影響は直樹の生活にも重くのしかかります。兄の罪の重さが、弟の人生に一番影を落とし始めます。直樹は、自分が何もうまくいっていないにもかかわらず、犯罪艇というレッテルを貼られ、社会から偏見や差別を受けます。 進学先や就職先でも、兄の犯罪が原因で何度も断られ、周囲の人々から冷たい視線を受けられることが日常になります。直樹は兄の犯罪を背負いながら生きることになり、日々その苦しさに苛まれます。という問いが直樹の心に蝕んでいきます。時には直樹は、兄のことを憎む気持ちすらあることもありました。兄のためにこれまで一緒に生きてきたのに。 兄の行為によって自分の未来が奪われてしまったという現実が彼の大きな心に傷を刻みます。しかし、直樹は兄を憎むことなく、兄のことは完全に捨てられません。近い頃からずっと自分を守り続けてきた剛のことを心のどこかで信じて、愛し続けている自分に気づいたのです。兄は罪を犯しましたが、その裏には弟を思う気持ちがあったことを直樹も理解しています。特に 剛が獄中から送り続ける手紙は、直樹にとって苦しい思い出と、また兄弟の絆を再確認させる象徴的なものとなります。手紙には、兄が直樹を気遣い、弟の幸せを祈る言葉系の優しさと愛情を感じつつも、その手紙を見るたびに兄の罪を思い出し、自分が犯罪の家族であるその事実に逆視点されるからです。 直樹は兄のことを忘れたいと思いながらも、兄の存在が消えることはありません。剛が犯した罪は、どれだけ時間を経ても直樹の人生に影響を与え続け、彼はその苦しみ悩みとどう立ち向かうべきか考え続けます。このように、手紙は、犯罪が犯人だけでなく、その家族にも大きな影響を与え、その重荷を背負って生きていかなければいけない人々の葛藤を書いています。愛と その愛ゆえの苦悩がこの物語の大きなテーマの一つとなっています。次に、直樹が社会からゆっくりや孤独について、もう少し掘り下げていきましょう。竹島直樹が兄、剛の罪によって受ける社会からの偏見と差別は、この物語を徹底的に書いています。彼は犯罪者の弟としての扱い、その影響は直樹の生活のあらゆる場面で慎重に現れます。 直樹の人生は兄の出来事が世間に伝わることで一変します。彼はまだ学生だった頃から兄の犯罪が知られると友人たちの態度が急に冷たくなります。から無言の受け取り親しい友達も次第に距離を置き始めます。学校生活は孤独となり直樹は周囲との関係に悩むことになります。学校での孤独は直おにとって初めての兄の罪を背負うという体験でした。 さらに、社会人となるからは、直樹の将来がこの兄の犯罪によって大きく閉ざされていきます。直樹は音楽の才能があり、大学ではミュージシャンとしての夢を大事にします。就職活動の場面では、ことごとくその夢が打ち砕かれます。面接官が直樹の兄が犯罪者であることを知ると、急な態度が変わり、採用を断られるのです。例えば ある音楽事務所の面接では、直樹の能力を高く評価し、採用をほぼ確約してくれていたかのように思われた瞬間、兄のことを聞いた途端に空気が変わります。ああ、君はあの竹島剛のかと言われ、面接はその場で打ち切られました。それまで直樹の将来を応援してくれていた担当邸が、犯罪者の家族として彼を避け始めます。 彼の兄が犯した決断が、自分の能力や努力は無視し、未来を奪ってしまうという現実を直樹はまざまざと見せつけられたのです。また、アルバイト先でも、直樹は兄の犯罪が原因で退職を通告されます。周囲の噂話や陰口が絶えず、従業員たちが直樹に対して遠投な態度を取り始めるのです。働いても、兄の犯罪の影響が常につきまとい、まるで。 犯罪者の弟であることが自分の認識であるかのように受け入れられる状況が続きます我慢も限界に達し直樹は自ら退職を得られないのです社会の偏見は非常に無常であり直樹にとって何よりも辛い現実となって襲いかかります彼の心に重くのしかかり日常生活をますます苦しいものにしていきますまた直樹が恋愛するシーンでも兄の犯罪が大きな壁となります 彼は同僚の女性と気が合うようで、お互い惹かれ合う関係になっていきます。彼女の両親は、犯罪者の家族と付き合うことはなかなかできないと彼女に別れを告げて、結果的に彼女も直樹との未来を諦めてしまいます。直樹は自分が本当に大切にしたい人や幸せを手に入れることができないという事実に打ちひしがれます。このように 直樹が兄の犯罪によって社会から受ける評価や差別は彼の人生に大きな影響を落とします。何度も人生を立てて直言する直樹ですが、その度に犯罪者の弟というレッテルが彼を追い詰め、社会的に孤立していくのです。彼が差別するのは、個人的なものだけにとどまりません。社会全体が持つ犯罪の家族は罪を共有すべきだという無言の圧力が直樹を追い詰めていきます。 まるで無実の罪を視界のような気持ちにさえなり、世の中の不公平さに絶望することもあります。さあ、自分の人生はこのまま終わってしまうのか兄の罪をずっと背負い続け、苦しむだけの人生なのかと、自分の人生を取り戻すために、兄との関係や自分の生き方について改めて向き合い、考え始めます。次に この物語のタイトルにもなっている手紙「責任から直樹に送られてくる手紙」の意味やその手紙を通じた兄弟の思いについて掘り下げていきましょう物語の中で重要な役割のが兄剛から弟直樹に届く手紙ですこの手紙は剛が法仕刑務所の中から直樹に送るもので 物語の随所で登場します表面的には兄弟間の連絡手段だがその内容は直樹の心に大きな影響を与え兄弟の絆や葛藤そしてそれぞれの成長が深く書かれている兄の剛は勤務中も直樹を気をつけ続け定期的に手紙を書いて送り続けます手紙の内容は直樹への励ましや自分の決断を悔やむ気持ちが綴られており兄としての愛情が感じられるものです 孟子は自分が犯した罪が弟に重い影響を与えていることを自覚しており罪を償いながらも弟に少しでも支えになろうと思います改めて直樹にとってこの手紙は兄弟の絆を感じる瞬間瞬間の象徴でもあります兄の手紙をたびに直樹は兄剛の優しさを思い出し 過去に戻って兄と過ごした日々しかし同時に、兄が犯した犯罪の現実も再び突きつけられ、直樹は犯罪者の弟としての立場を嫌やおうなく思い出させられるのです。手紙の中剛は、弟に対して自分の罪を認めて、直樹に自分の人生をしっかりと生きてほしいと願います。兄は、自分の覚悟によって弟が苦しむ姿を知りながらも、どこか希望を託しているのです。 剛が何度も手紙を書く理由は、もちろん弟への愛情からですが、それ以上に償いという意味を持っています。しかし、最低限自分の思いを手紙に込めて伝え続けることで、わずかでも直樹の支えになればという切実な願いが込められているのです。しかし直樹にとって、剛の手紙を受け止めたことは簡単ではありません。 兄の犯罪によって社会からの偏見や差別を受けてきた直樹はやがてその重荷に押しつぶされていきますとりあえず差が溢れているのにそれが直樹にとって負担となり読むたびに苦痛を感じるようになる兄からの手紙直樹は自分が犯罪者の弟であることをもう一度認識させられ逃れられない現実を突きつけられるのです物語の途中直樹は兄の手紙を読むこと自体を怖がるようになっていきます これは直樹が兄の存在だからこそ逃げたいという気持ちの表れであり、彼が社会からの孤独や自分の将来への不安を抱え、兄弟の絆が逆に負担になっていることを象徴しています。直樹は兄に対する愛情と憎しみが錯覚し、手紙を受け取ること自体が心の葛藤を強めています。あるとき、直樹は兄の手紙を読みながら次のように思います。兄は自分を思いやってくれている。 それは決まっているだけどもう兄の手紙が重すぎるんだ。兄の罪がまるで自分を縛っているようだ。この言葉からもわかるように直樹にとって兄の手紙は愛情であると同時にその愛情の重みが彼自身を追い詰めるという複雑な感情が交差しています。しかしこの手紙が物語の終盤に至り直樹の心に変化をもたらす重要な役割を果たします。 長い間、兄の手紙に対して距離を置いていた直樹。やがてその手紙の中に込められましたされた兄の思いには正面から向き合います。兄強の手紙は、純粋罪の謝罪や反省ではなく、弟を深く愛し、心から幸せを願う気持ちが込められていることに気づき始めます。直樹は兄との関係で、自分自身が兄の罪に縛られているのではなく、 自分の心が兄を思い知ることで怖かったことに気づいたのです。帽子は直樹に自分は自分の人生を生きてほしいと願い続けていますが、直樹はそのメッセージを最終的に受け入れることができます。手紙という存在は直樹にとって兄との絆を再確認するものとなり、彼の心にあるわだかまりを解きほぐしていくのです。そして、物語のクライマックスに向かって直樹は兄からの手紙を覚悟し、 今まで自分が避け続けてきた兄の思いをしっかりと受け止めます。手紙に書かれていた言葉は、純粋な罪の償いではなく、兄弟の絆を再び取り戻すためのものでした。直樹は、兄の愛情と自分への思いを再確認し、兄に対しても新たな形で決断をします。このように、兄剛から直樹に届く手紙は、物語全体を通じて非常に重要な役割を果たしています。最終的には、 直樹が自分の人生と向き合うための一つの大きな鍵となるのです。そのための一歩を踏み出す手助けとなります。次に、直樹が兄の罪と向き合いながら、最終的にどのように成長し、自らの人生を切り開いていたのか彼の決断について見ていきましょう。物語の終盤に向かい、直樹は兄、剛の犯罪による重圧から解放され、自身の人生を立てる時間に思われる姿が書かれます。 しかし、物語を通して成長する直樹は、兄の犯罪と自分の人生をどのように考えて、前に進む考えを続けます。兄の手紙を受け取り続けながら、それを読むたびに直樹は罪の重さと兄への複雑な感情に苦しめられます。でも、兄剛の手紙を優先することで、直樹は次第に自分が迷ってきた感情に向き合い始めます。兄が直樹を思い続け、 罪を悔いながらも直樹の幸せを心から願ってそこを再認識する中で直樹自身も心の中にあった怒りや憎しみがやがて解けていくのです直樹が大きな転機を迎えるのは兄剛が刑務所の中で自分の将来をどうするかを考えるシーンです孟子は直樹に対して自分の罪を背負わずに生きてほしいと繰り返し伝えています今まで兄の存在が主にとなっていた直樹のために これをどう受け止めるかが人生の分岐点になりまゴー氏の言葉が直樹の心に少しずつ変化を与え始めます。直樹はかつての夢であった音楽の道を断念し、平凡な生活を選択していました。犯罪者の弟というレッテルを背負い続ける中で直樹は自分の才能や夢を諦め、社会の片隅で静かに生きることを望んでいました。でも そんな彼のもとに再び兄からの手紙が届きます。その手紙には、もう自分のために何かを犠牲にするのはやめてくれ。自分の人生をしっかりと生きてほしいという兄の強い願いが込められていました。この言葉が直樹にとって大きな決断のきっかけとなります。直樹は悩み抜いた末に、兄の言葉を受け入れることを決意します。 兄の罪に縛られて生きるのではなく、自分自身の人生をしっかりと生きようと、彼は新たな一歩を踏み出すことをこれまで犯罪者というレッテルを背負いながら受け継いできた直樹は、その重圧に耐え続け、生きながらも、やがてその枠から抜け出していきます。直樹はまず、自分が誠にやりたいことを改めて考えます。音楽の道を一度は諦めた彼でしたが、自分自身の夢を取り戻すべきだと気づきます。 そして、兄の罪とは決めて、この決断は、社会の優越や差別に打ち勝つという意味だけでなく、兄強しとの関係を再定義し、2人の絆を新しい形でつなぎ直すことでもありました。また、直樹は兄の手紙で学んだことを彼の人生に反映させます。 兄が刑務所の中で過ごした時間の中で考えたこと、後悔と共に弟を思い続けた気持ちを、最終的に直樹は、兄のことを許し、自分の人生をしっかりと歩むための決断を下します。自分を解放するという強い意志が込められていました。直樹は、社会からの絶望に負けず、兄の罪と向き合いながらも、過去に決めなくて自分の人生を生きていくことを選びます。 彼は兄の手紙を心に留めながら、これまでのこの選択によって直樹は自らの未来に希望を持ち、自分の人生を立て直すことができたのです。手紙という物語は直樹が兄の罪という重い重いを背負いながらも、自分自身を忘れて未来を切り開いていく姿を描いた感動的な物語です。 途中どれだけの考えを考えるかがリアルに書かれているその中でも人間として成長し困難に立ち向かう力の強い姿が示されています最終的に直樹が選んだのは兄への愛を捨てることではなく兄との絆を認めつつも自分の人生をしっかりと生きるという選択でした複雑に絡み合いながらも最終的には幸せを願う形で結実していきます それでは終わりに参ります。この作品のテーマやメッセージについて総括していきましょう。東野敬吾の手紙は犯罪者の家族がどのような苦しみを背負って社会からどのような苦痛にさらされるのか現実に憂慮した作品です。この物語東野敬吾は私たちにいくつかの重要なテーマとメッセージを投げかけています。まず最も大きなテーマの一つは社会問題としての優位と差別です。 兄剛が犯した犯罪は相手自身の罪であるにもかかわらずその影響は無関係な家族である弟直樹にもしっかりとした輪郭でございますこの作品は犯罪者の家族が社会からどれだけの評価を受けているかそしてその優先順位が深く書かれているので現代社会の不公平さや無常さを浮き彫りにしています犯罪者の家族は無罪であるはずなのに なぜ社会は彼らをも罰するのかという問いかけがこの作品を貫く根底のメッセージです。直樹が兄の犯罪によって苦しむ姿は現実犯罪者本人だけでなくその家族もまた社会的に孤立し主観の目で見られるという現実が読者に深く突き刺さります。次に家族の絆というテーマも非常に強く書かれています。 兄剛は自らの罪に向き合いながらも弟直樹を思い続け手紙を送り続けます。にとって兄の存在は主にでありながらも兄からの手紙親子兄弟の絆を再認識していく過程が書かれています。兄弟の間では憎しみや怒り愛情といった複雑な感情が絡み合いながらも最終的には家族の絆が再び確認されることで物語は希望を持って終わります。 直己が自分の人生を取り戻すために兄の罪を乗り越えようとする過程も家族の絆が根底にあるからこそ可能だったのです困難な状況でも消えないものであることが直己の成長とともに書かれていますそしてもう一つの大きなテーマが罪と償いです兄剛は自分が犯した罪を深く悔い奉仕中もずっとその罪を償うために思うのは償いとは一体何か とということです犯罪者が刑務所に入って刑期を終えたとしても、その罪は完全に消えるものではありません。結果的な言っている以上、直樹の人生にも多大な影響を与えているため、償いは一生終わることがないのです。この償いのテーマは、社会全体として考えるものです。犯罪者が罪を償うためには、社会にとっても寛容を考える必要があります。しかし、 剛が刑務所にいる間も、直樹これにより、社会が犯罪者やその家族に対してどのように向き合うべきかという難しい問題が引き上げられます。幼児物語、東野敬吾は、本当の償いとは、自分が犯した罪に向き合い、それを乗り越え、現場と再び信頼関係を築くことであると示唆しています。でも、兄、剛の手紙を通して、直樹が少しずつ兄を許し、 また自分自身の未来に目を向けて過程を行っていくのは、償いの一つの形を示していると言えます。手紙は、犯罪とその影響、家族の絆、社会の課題という重いテーマを扱いながら、最後には希望と再生のメッセージを伝える作品です。東野敬吾は、個人の罪とそれに対する社会の責任があり。 そしてその中で苦しむ家族や被害者について深く考えさせる物語を紡ぎます。多くの読者に感動をそばに深い印を残します。面白かったらチャンネル登録をお願いします。